バニョレは、フランス、イルド・フランス地域圏、セーヌ・サンド2県のコミューン。パリ東部郊外の都市で、パリ20区、レリラ、ロマンビル、モントルイユと接する。バニョレ城は19世紀に壊されたが、1720年頃建てられたパビオンドレ・ルミタージュが唯一、現存している。ただし、所在地は、現在のパリ20区内になる。バニョレとは、バルネオルムに由来する。 水や池、沼地を連想させる。裁判官や、朝税受け置い局員によって建てられた、バニョレ城は、現在のバニョレからパリ20区、シャロンヌ地区一帯に広がるお城だった。ヨ洋君類15世接生オルレアンコーフィリップ2世が、ベルサイユからパリに宮殿を移すに伴い、1719年に、このお城を所有、その日、フランソワ・アズマリード・ブルボンに与えた。お城は、 彼女の好みに合わせた改築がなされてから、エルミタージュも設けられ、彼女も居住した。彼女の死後、このオルレアン公ルイは、父と同様にこのお城ではなく、サントジュヌ・ヴィエーブ修道院に居住した。1769年、彼女の孫オルレアン公、ルイ・フィリップ一世の代になると、オルレアン家はこの城の所有を手放し、その後19世紀に入り、エルミタージュを残し、 お城は取り壊された。エルミタージュは、パリ20区内148流でワグネレット界隈に、現存している。上税受け追い人の上層クラスになると、当時は、信仰貴族という身分だった。フェルミエージェネローの城壁も参照。パビオンデール・アーマタッチ。ありがとうございます。